こづちチャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思ってます。まあコットもそうなんですけども、古戦家の人もエピソードいいです、で、僕なんかその今村さんとこ行ったらいろんな話聞かせてもらう中でね、さっき言った藤本さん、藤本さんも大収集家やったわけ。そうですね、ね、ええ、で今村さん、でこれはまあ京都であの今村さんが一番、藤本さんが二番っていう感じの収集家やったから、まあ仲は良かったわけや。そうでしょうな、ライバルやけどね、そしたらあの藤本さんはあの商売やってるから、あのなんていうの、運転資金に困る時があるわけや。ああそりゃそうですよ ね。ほんで古戦はそれからあの自分の最小限残して時々売ってはるわけやけどね、でその時にある時にその校長選、この人は藤本さんというのは校選って言って、あの天皇の校っていう字書く名乗ってるぐらいでね、その校長選って言って和道から校長十二選、これが一番大好きやってね、一時はもう何百枚って持ってはったね。でこれがそれからあの手代わりって言って、あの違うやつを全部こうちゃんと箱に入れた、これぐらいのちょうど 手で下げられるぐらいのね、あの入れ物にピチッと入ったやつがあってね、でそれをどうしても売らんならんというので、でその自分を小川製法郎っていう、その僕らがいつも言ってる、その人のところに手紙書いてね、あの拓本みんな送って、今こんなもんがあるけども、あの買うてくれるかって言うて、全部で100、それから全部で100万ということは昭和30年ぐらいから、やっぱり 1億、今の金で言ったら1億ぐらいやろな、全部で100万で買うてくださいっていう手紙を書いたわけや。また小川製法郎はすぐその手紙を持って大川さんって言って王子製紙の会長のとこへ行って、あの藤本さんからこんな手紙が来てると、ほんであのお買いになりませんかっていう話になったわけや、そしたら、ああそれはあの大川さんにしたら大川財閥やからね、100万ぐらいなんてことないわけやから。そうですな。ほんで大川さんがよし買うって言うて言うたわけや。ほんで小川さんはすぐ返事手紙書いて、すぐその品物を送ってくださいと、 送っていただいたら折り返しその100万円をあのお支払いしますっていうあの返事を書いたわけや。ほうほうほう。ところがその自分昔からね、小川さんなんかでもね、やっぱりね、あのまとまった金額の時には2回分割にしてくれとか3回に分割にしてくれとか、そういう買い方用意してたわけや。やっぱお金ないんですかそんなに。な、そんな商売にやから。でこの時は大川さんがあの禁酒になんやから、大川さんから先にお金もろてもいいわけやんか。確かに。せやけどもあのまあ自分があの仕切って先にお金もらうとやっぱ弱いわけやから、いうので、で先に品物を送らして、その品物を持って行って大川さんで売ってからそのお金を送ろうと思ってるわけ。難しいことですな。ところがあの藤本さんにしたら、その100万円がすぐ1回でくれるかでは分からへんなと。確かに。いうので、その自分やっぱり今村さんもお金持ちやからね、もう今村さんに買うてもらおうと直接。ああ。もうあのほんでおあのしかもその藤本さんが、あの小川さんが100万円で買うから送ってくれという手紙が来てるから、確かにあの小川さんが100万円で買うって言うてる品物やからね、それをちょっとぐらい負けてもいいから、あの今村さんに売ろう。だから今村さんにあの買うてもらってっていう。ほんでそのこっちからあの訪ねて行ったりしたら弱いから、向こうがあの来てくれた時にしょっちゅう家来るからね、今村さんが遊びに暇持て余して、それから言うので、待ってたらすぐあくる日来たんやって、あの売ろうと思ってる次の日に、今村さんが。ほんで今村さんにそのあの他のもん見せて、帰り品にこんなもんがあんねんけど、あの買うてくれへんかなって言うて、そのコレクションを見せたわけや。ほんなら今村さんがあの
一辺200万円からやっぱり 大きい金はな、そのなんぼお金持ちでもね。そうですね。だからうーんって、あのまたいやいや、あの一辺にくれんでもいいから今村君買うてくれよっていう話やけども、生返事して帰って、あのそこをあの帰った、ほんなら藤本さんがそのついてくんねんて、あの電車のとこまで送るわ言うて、自然のとこまで。なんでまた自然。ほんでその時にその箱を抱えて下げてついてくんや。ほんで何やろなと思ったら、ほんでその時もその前にもその最初にあの小川さんに言うた品物以外にこれもつけるあれもつけるって、かなり金品の品物を何品かねおまけでつけるからっていう話もしてたわけ。でそれその品物全部一括抱えて箱に入れたやつを下げてついてくんやって、ほんでおかしいな思ったら、ほんな電車が閉まりしないに電車のステップのとこへポンとその箱置いて、今村君頼んだよ言って言ったっちゅう。あれですな、うん、ほんで今村さんももうあの金がない人やったことはあるんやけど、金があるんやからね、余裕だからね。で結局あのそれは勝ったわけやけどね、今村さんは。ああ、うん。ほんで一方その小川製法郎はその今来るか今来るかって荷物待ってるわけや、あの買うから送ってくれ言うてんの、全然来ない、1週間経っても来ない。ほんでどないなったんやったら、いや今村さんに打ったっていう話になって、電話してみたらね、ほんでえらいこっちゃっちゅうので、あの大川さんのとこへ行って高校でって言ったら、もうむちゃくちゃ怒られた。怒るでしょ。あのそんなもん、あのそういう点やったら金はいつでもわしは用意すんやから、うん、その金持って京都へ飛ぶべきやと。飛ぶ。あの鳥に、要するにあのその準備やから、特急ツバメに乗って8時間かかって、うん、京都まで行って、うん、それを買うてきてわしとこへ持ってくるべきやないかと。それはね、うん、どういうことやと。ね、それをそのズボラして送ってくれなんていうなね、横着なことするからそんなことなんやっていう。確かにね。もうしばらくうち来るなっていう話。北京命令。で、えらいこっちゃったっていう話や。それはあの小川さんからもその話聞いたし、今のさん今村さんで後からそういう話聞いて面白がって、あのわしに売ってくれた時は結局小川さんに売るのにおまけにいっぱいあの珍品をつけてくれて、しかも分割でカード変えて。なるほど。よかったっていう話をしたとね。うん、これはもうあのその自分の下から古戦場のね、皆そのなんぼ大きい商売しててもそんだけの金はやっぱ動かせへんだよな。だけどもあの結局初めからお金先もろて預かって、その代わりそうなると結局本当の手数料だけしかもらえへんわな。あら。だけども自分が丸っぽこうて買うてきたら、あの中から何品か抜いたりもできるし、うん、こんだけで100万円ですっていうこともできるしっていうことで、それから小川さんはその先に品物持って、それ後から金払おうと思ったわけけどな、うん、なかなかうまいこといかんだっけな。いきましたね、うん、まあそういう面白い話があります。なるほど、まあ、こういうエピソードってのはいつ聞いても面白いですな。うん、皆様も気をたっぷり上げてほしいエピソードがありましたら、コメント欄にお書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。